お母さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうでしたか、今日の生放送は。え、それなんだ、YouTube？ そうだよ。えー、やっぱりね、ちょっと一緒に撮ろうかなと思ったんだけど、あえてちょっと別々でインタビュー、アフターインタビュー撮ってみようかな。どうでしたか今日は。楽しかったですか。楽しかった、うん、まさか自分がいろんなこと言ってるのも忘れてたから。全部忘れてたの。忘れてた。でも普通に笑ってたね。面白かったね。なんか面白いね。いやあなたたちのおかげですよ。いやいや、ありがとうございます。とんでもない。スタジオの皆さんもね、あのすごい温かく見守ってくれて、優しい人ばっかりで、はい、スタッフさんも本当、もうね、いつものレギュラーさんも皆さんいい方で、ね、そうですね。お母さん今日幸せっていうか、この間も幸せ、ありがとうね。どうでしたか、全国にお母さんのファーストキスの場所バレちゃいましたトウモロコシ畑で。いやね、田舎育ちだから、はい、そういうで歩くって言ったらそういう畑しかないんですよ。ああ、そうなんだ、うん、で彼の家に行くのに、うん、その畑を歩いて行ったわけ。あ、そういうしてくれて、うん、そう、それだけなのよ。それだけ、うん、いやでも楽しく、またね、再来週も続きの V があるということなんで。え、撮ってやる俺を、うん、いや俺はいい、いいよ、いいよ、いい、いい、貸して、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですね。というわけで、あの、いいから、また再来週、じゃあ2人でやろう。え、じゃあピースやろう、2人で、2人で映ろう。映ってるか分かんないけど、どうしよう。ダメ、はい、ピース、ありがとうね、皆さんよろしくお願いします。また再来週も。さあ、渋谷さん、はい、生放送お疲れ様でした。ヒルナです。どうでしたか、お母さんと一緒にヒルナです。いや、なかなかないし。そうですね。いや、ほんとなんか、なんて言わよね、うん、俺は分かんないから、ま、前向きに嬉しいとかはないのよ、正直、うん、やっぱ照れくさい。いや、照れくさいよ、うん、いや、俺もこうパッてスタジオ見渡した時にさ、はい、シュウペイ、お母さん、うん、ね、そういう南原さん、サモさん、シェリーさん、全部俺の視界に入ってるんだけど、すごい絵だよね。そんな並びよ、そんなことが起こるなんて思ってもなかったじゃないですか。え、でも今、お母さんにね、インタビューしてきたら、うん、楽しかったって言ってたよ。楽しかったって。はい、うん、また再来週もね、あります。再来週もあるんでしょ。そう、俺もう今日、本当に早く終わんないかなって正直思っちゃってたから。本当、まあ、改めて V 見てね、うん、まあまあ、本当、編集ありきで、うん、ありがとうございますっていう、まあ、気持ちですよ、本当に。あれでも、3、4倍喋ってるもんね。ね、はい、そうですね。いや、でも私も楽しく見させていただきました。いや、ありがとうございます、はい、すいません、本当見ていただいた皆様もね、はい、まあ、ありがとうございます、はい、まだ、再来週も、まあ、再来週俺も今日やっと終わったって思ったのに、再来週なんでしょ。せっかくなんで、再来週の告知を。再来週もいいよ、もう本当に告知を。ぜひ、再来週もシュウペイと、お母さんの、はい、と、時々、うん、松陰寺の、はい、またヒルナンデスで放送されますので、はい、ぜひ再来週ですね、はい、ご覧ください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとう。ヒルナンデス、また来週。外そう。いいよ。